イケのピーピーマンでーす。イケのユカパでーす。イケのアップルでーす。はい、ということでタイトルとね、サムネイルにもある通り、ちょっと本当に悲しいことなんですけども、アップルさんが東京から離れることになりました。みんなついに今日かっていう感じなんですけど、素敵な門出、出世、やっぱりね、とっても長い時間を一緒に過ごしてきた私たちが素敵な出世を華やかに迎えてあげようということで、今からね、送り届けに行きたいと思います。まあ、とりあえずね、詳しいことは本当にこの動画を最後まで見ていただければ全部わかると思うんで、ちょっとまずはね、出発したいと思います。出発進行。どうですか、アップルさん。はい、久々の東京離れるということなんですけど、もともと田舎出身なので、たまにはちょっと息抜きをしないと都会の女になっちゃうから。昔とは違って変わりましたよね。あ、変わりました。変わったね。あ、まあそうですね、ありがたいことにちょっとだけ、まあ、そういう意味もね、悪い意味もあると思うんですけど、まあ、向こうに立ってるっていうのもあるかもしれないですね。空港ですから本当にもう旅立つわけですね。そうなんですよ、あんまり見送られるってないからね。確かに初めてだね。優しすぎ、車まで借りて。そう、送迎ちょっとめんどくさくなってきたんで、もう普通に喋ります。はーい。なんかね、私のね、仲いい友達子がママになりまして、その子2歳児なんですけど、 PK の動画見せたんですって。あ、ごめんなさい、ねえ、おっぱい。うわ、すごい。そういう作戦。ユーピーのことを見て一生パパパパ言ってるんですよ。え、そうなの。2歳児に PK チャンネル見せてるのやばいよ。ほんまにやばい。教育に悪すぎるかも。教育に悪影響チャンネル。あー、いいね、学生。あーあー、願ったー。え、うちだったよ。嘘。わ、いいな、うちも学生のね、あのワイシャツ買ったんです、大好き。じゃあ性犯罪者の言ってることだよ、ね、もう20歳よ。すごい、警察。警察さ、ちょっとやばくない？またバイデン君が来日してんのかな。バイデン君。ユーピーマンのスピリチュアルコーナー、イエーイ。満月の日にちょっと頭痛いなっていうこととかないですか？え、あんまり月意識したことない。月見て頭痛いは分からんかも。ないと思うじゃない、はい、実はですね、満月にはいろいろと体に影響があるらしい。満月前症候群という病名まである満月で起こる頭痛があるらしくて、月のパワーが強くて地球上の森や地面などの自然が月の引力に引っ張られるから、それが人間にも影響してきて、血液とか内臓が満月の場合に引っ張られる。マジ？すごっ。え、普通にさ、彼氏とか旦那さんと一緒に満月見てさ、あ、満月だってなって、男の子あーってなるんじゃないの？マジで。ラテン語で。いや。なんか楽しそうだな。なるほど。あ、やばい、真っ暗やみたいな。じゃあやっぱり、あの、すごく暗いんですけど、アップルさんの門出を祝うために歌を歌ったらいいと思います。卒業式しよう。じゃあ今から、本当時間ないからこんな形で卒業っていうのはすごい申し訳ないんだけど、うん、一旦じゃあアップルさん、門出を祝う旅立ちの会を行いたいと思います。はい、はい、21歳糸賀リリカさん、はい、ご卒業おめでとう。楽しかった。ゴミ生活。美味しかった。寝起きたこ焼き。毎日通ったゆうぴんち。辛かった。週4投稿。たくさん使った。たくさんの思い出が頭の中に蘇ります。リリカちゃんの笑顔にいつも癒されました。時には仲違いをすることもあったけれど、そんなことも今では思い出です。それでは最後に門出を祝って私たち全員で合唱をします。広い光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも飛び立つ。限りなく青い空に心震わせ。
に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、チャンチャランラン、今別れの時飛び立とう、未来信じて、弾む若い若く力信じて、この広い、この広い、この臭い、この臭い、昔話ゲームしよう。どんどんつなげてって、うん、ストーリー作る。昔々あるところに超田舎に住むお父さんとお母さんがいました。二人はある日大喧嘩をしてしまいました。なんであなたは私以外の女性とそんなことできるのよ。てめえに飽きたんだこのクソ女が。二人の仲は最悪になり、そこに一人の男がやってまいりました。こんにちは、ハッピー。みんな喧嘩なんてしてないでさ。ママやってきたのは歌舞伎町出身王カマでした。実はその王カマが浮気相手でした。ねえ、うちの男なんで撮ってんの。妻とか聞いてないんだけど、お前こないだその話してた時妻用事って言ってたじゃん。結局妻なの。はぁ、もうカマーの足元に小さな男の子がいました。ねえパパ、このおじじとパパ誰。誰も知らない隠し子だったのです。そこから始まる4人の不思議な共同生活。ウィーネバーエバーエバー。次週ネットフリックスで独占放送。絶対に無理で。全然面白くなさそう。こんな感じで空港着いたんですけど、チェックイン中です。空港漏れるんだけど、なんかいいね日差し、進化しすぎ。バイバーイ。いよいよもう別れですね。結構しっかり成長してまた会える日を楽しみにしてるからね。私も頑張るから、二人も頑張ってね。ということで3日間の駅前に実家帰省、はい、楽しんできてください。はい、楽しんでます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来週、また来週、はい、来週会おうね。お疲れ様でーす。じゃあね、またね。バイバイ。あっさりだね。バイバイ。ご飯でも食べる。お腹すいたし。バイバイ。ご飯食べよう。